ウルケッ結ネ年国立公園はフィンランドにある国立公園であるコイ・ッリスカイラとも呼ばれるフィンランドの国立公園の中では最も大きい連綿予期国立公園に次いで2番目に大きく面積はおよそ2550平方キロメートルであるラッピ県の北東部に所在し北極圏に位置する2017年には およそ三十三万五千人の観光客が、東国立公園を訪れている。コルバトゥントゥリ東国立公園の名称には、第八代大,大統領を務めた、政治家、ウルホケッコネンの名が冠されている。東国立公園は、メッツァハリトゥスによって、運営、管理されている。IUCN による、自然保護地域カテゴリーのツーに分類されている。東国立公園には、イヌワ ユーラシアカワウソ、トナカイやヘラジカ、クマやクズリなどが生息している。ルイローヤルビコ1983年に創立された。創立の目的は、ラップランドの森林やボグなどを保護、保全することや、トナカイの飼育に代表されるような自然に根付いた生活手段や伝統的に行われているハイキング活動などを守り、維持していくこととされる。東国立公園へは、 サーリーセルカやラジャー・ジョーセッピなどから入ることが多い。フィンランドでは、東国立公園内に所在するコルバトゥントゥリにサンタクロースが住んでいることが知られている。ルイロ川ソダンキュラ、サブコスキ、イナリの3つのクンタにまたがっている。西側でソンピ平原生自然保護区と接しており、東側でロシアの国境と接している。東国立公園の北部には、 スオムヨキ川やサルビヨキ川、アイッタアルビコやアリンピキルトマジャービなどがあり、中部にはルイロヤルビコなどがある。東国立公園の南部にはルイロ川やキャプサスランピやジャウルジョキなどがあり、西部にはタンカバーラやキャプスージャービなどがある。ありがとうございます。